ちゃ。こんにちは、タカさん。はい、また、連戦終わりましたね。はい、ちょっと今回はどんな感じだったでしょうか。また次の予想もしていきたいと思います。まあね、はい、予想していくけども、まあ巨人は、うん、もうとにかく負のスパイラル、スパイラル、スパイラル、はい、ミスから失点が多すぎたよね。だけども3戦目に、はい、9回に3点を取って、ね、まあ、追いついて引き分けたという。そうですね、まあ、今引き分けがやっとかなという感じはするんだけども、なんかこう逆の展開がね、うん、前半はあったりしたのが、そうちょっとは挽回してきてる感じですか。まあ確かにね、うん、そう言われてみればそうかもわからないけども、うん、ただやっぱこう長引くチームのスランプっていうのはやっぱ早く回避したいということからすれば、うんうん、やっぱ9回に3点を取って同点に追いつき引き分けたということが、まあ一つのきっかけ、流れをつかめれるきっかけになればね、うん、いいと思うしね。はい、はい、で中日の方は、はい、もうとにかく振り返ると広島戦にこっぱみじんにやられたというような、うん、やっぱりちょっと自慢の投手陣が打ち込まれるとどうしても打てないだけに、うん、まあ、ちょっと苦しかったよね。なるほど。で広島の方は、はい、もうモード爆発、はい、ね、もう1番から9番までみたいな当たってるみたいな、うん、で阪神の方は振り返るとやっぱり巨人戦の後ってやっぱポイントがあって、うん、やっぱちょっと気が抜けるというかさ、うん、ちょっとほっとしてしまう。まあましてやその後半戦初めての巨人戦にもう全力を傾けて戦って2勝1分けという素晴らしい成績を収めて、はい、まあ、そこら辺のなんかちょっと緩みっていうんじゃないけども疲れというか、はい、まあ、そういうものがちょっと多少あったし、うん、まあ、ちょっとエラーも目立つよね。なるほど、うん、でヤクルトは、はい、ヤクルトは打線がこう復活の鍵だって言ってたのが、はい、やっぱ村上が初戦からホームラン打ったりだとか青柳からね、はい、だから打線をこうすごく引っ張ったし、うんうん、非常にいい感じで来てるよね、はい、あと奥川とかも、うんうんうん、高橋とかも、はい、ものすごいいいピッチングしたし、はい、だからすごくいい感じで、うん、まあ、次の対戦 DeNA とは戦えるかなと、うんうん、で DeNA の方はやっぱバッティングがやっぱ好調だしね、うん、非常に巨人戦に対しては相手の隙を突きながらいい戦いができたと思う、うんうんうん、でもその中で巨人の丸とやっぱ心配なのが阪神の佐藤がやっぱこう大きなスランプを抱えてるということでね、ちょっと打撃不振が長引いている感じでしたね、はいはい、今日丸選手は今日ヒット打ったけどね、ヒットが出ましたが、はいはいはい、そこをちょっとピックアップですね、はい、ちょっとピックアップしてみたいと思うんだけど、はい、長引くスランプ、うん、原因はこれだということで、うん、まず丸の方は、うん、この赤い車線、まあ丸に対してのインサイドだよね、ここはねタイミングが取れない、うん、で速いボールにどんどん攻め込まれて三振を重ねていったという形になるんだけども、はい、バッティングって速いまっすぐにタイミングが合わないと、うん、全てのボールに対して合わないんだよ、タイミングがね、はい、でここをどん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 攻められるもんだから、うん、体がどん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 開いていって、はい、開いていくとバットが遠回りしてボールに当たらないんだよね、はい、切ってみますね、はい、もう一回やってください。こうやってね、体が開くとバットが走りが悪くなる、はいはい、それと体からバットが離れていく分だけ、はい、やっぱこうボールは飛ばないし、うん、ボールに当たらないという悪い原因があった、うん、でね、昔安倍晋之助がまだ現役の頃、はい、丸が来た当初かな、うんうん、やっぱりインサイドを攻められて体が開くような同じような状態の時に、うん、バーンってこのまま打ったホームランをやっぱ皆さんだったら覚えてると思うんだけども、うん、打ったらねこうツイスト打法っつって、はい、バーンってもう打球の行方を見ない、はいはい、それでホームラン打ったんだけども、はい、だけど今日三島から打ったのはなんかそういう状態、うん、まあ例えばそのこれここの球を打ったんだけど、はい、その前にここのフォークボールを見逃してんだよね、うん、これねこうやってシュートしながら外れてったんだけど、本当であれば本当にスランプであればこのボールは必ず振ってるボールなんだよ、はい、でもここを見逃してここに投げさせてヒットできたというのはいい兆候になってきてる。なるほど、やっと抜けたかなという感じがするんだよね。もうそれがきっかけとなり、うん、こう復調してくるかなっていう兆しがあるね。あ、なるほど。それと、はい、やっぱ丸が打つと、うん、やっぱ得点源だから丸はね、チームもスランプを脱してくるかなっていう感じは受ける。なる
ほど。もうみんながホッとしましたよね。みんながホッとした巨人のベンチの方は。いや、ただね、開き直れる状況にはあったと思うんだよね。もうここで打てなかったんだけど、うん、はい、もう居直るというか、うん、開き直れるというか、うん、そういう場面を、まあ、チーム全体が丸に与えたという、そこに応えたという、うん、だから気持ちがね、はい、おそらく相当悩んでたと思うし、頭の中はもうね、霧がかかったような状態だったと思うんだよね。そうするともうここまで長引いているスランプっていうと、うん、こう体がどうとか技術がどうとかっていうよりは、うん、ほとんどが精神面ということですか。もうそうだね、うん、技術は持ってるバッターだけにね、はい、もう気持ちがどうやって向かっていくかということ、うん、で頭の中がおそらく霧が少し晴れたと思うんだよ、うん、だからあと 1,2 分打てばもう脱出するよね、うん、なるほど、うん、で阪神の方は、はい、やっぱり大山佐藤っていう春先の打順でね、はい、そういうつながりがあった時に佐藤も大山も打った、うん、はい、そしたら得点力がものすごくアップした、うん、まあ阪神が優勝するにはやっぱ佐藤の力ってすごく大きいと思うんだよ。で佐藤が抜け出せない状況の一つとして、はい、これ赤に書いてるところが、はい、佐藤のストライクゾーンになってるんだよね。ああなるほど。だからボール球にいかに手を出してるかということ、それはもう全方向っていうことで、全方向ちょっとゾーンが広くなりすぎてるってことですか。そう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 、だから、うん、それは打てないよ。ボール球をうまく打つ人っていうのはすぐスランプになるし、やっぱストライクゾーンでやっぱり佐藤も勝負することを心がけなきゃいけないということで、はい、まあ、一つのアドバイスとして、はい、これ真ん中にブルーのラインがあるんだけども、はい、やっぱ待ち球、うん、例えばインサイドだけを待つのか外だけを待つのか、うん、これをはっきりした方がいい。なるほど。でね、佐藤は多分ね球種に張ってると思うんだよ。ああ、まっすぐか変化球か。そう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 、はい、それだとやっぱりね、あの集中力ってこの全部にするよりも、例えば一つのマスにした方が集中力って高まらない。うんうんうん、そうですね。そうでしょ、これ全体に集中するよりも、はい、一つのマスに集中した方が良くない。じゃあそこに来た球だけを狙うってこと。そうそうそう、それは球種を関係なく、球種関係なく、うん、だから外のボールって今佐藤打てない。これなぜかというと、うん、体の開きが丸と一緒だから。はい、だからここのインサイドだけを狙っとく。はい、そこかな、見えないね。このインサイドだけを、はい、真ん中からインサイドだけ、はいはい、もうここはここに集中しない。ここの全部に、ここに対しての集中力を高めとけば、はい、やっぱ脱出できると思う。だから球種に張った方がいい人かコースに張った方がいい人かというと、佐藤はやっぱ集中力を高めるためにやっぱ真ん中からインサイドに集中してたら俺は打てるようになると思う。なるほど、うん、だから全部に集中力を使うんじゃなくて、やっぱ真ん中から半分、うん、どっちか、うん、まあこれ俺はインサイドの方がいいと思ったんだけど、うん、佐藤は外の方がいいって言うんだったらそれでもいい、うん、だから集中力の分散を避けるという、はい、そういうことでスランプは出してくるし、ボール球を振らなくなるよ、うん、こんだけ4方向に広がっていると、うん、まあ、高さをっていうことよりもやっぱり左右っていうか内か外かっていうふうに分けた方が、分けた方がいいと思う、うん、その方が脱出はしやすいと。なるほど、ね、じゃあもう両選手のポイントは全然違う。あ、ポイントは違うってことですね、うん、だから丸はもうしっかりインサイドのポイントをつかみなさいっていうこと、はい、そしたら全てのボールに対して合うようになる。で佐藤は集中力を高めなさい、インサイドだったらインサイドだけ、はい、ね、まずはそこを狙って何か結果が出るようになると、またそこから違う風にしていけばいいってことですか、うん、だからインサイドでここまで許すよ、はい、ボール球、まあ、こっちのボール球だけは許す。なるほど、うん、じゃないと触れなくなる、はい、だからそしたら5割減るということ、うんうん、ボール球を振るっていうことは、はい、単純に考えるとね、はい、そしたら率も上がるし、うん、またホームランも打ち出すと、うんうん、だから頑張ってほしいと思うんですよね。そうですね、はい、ちょっとね、振り返りということで、はい、ちょっと彼らはスランプだったから、そうですね、まあ、こういうことを俺は感じたという話をしたんだけども、はい、さてまあ、ロッテ、まあ、これはおいおいやっていくけども、そうですね、じゃあまず、はい、セ・リーグの予想ね、はい、隣に書いてあるポイントを、はい、全ては初戦、
というのは、これは巨人も中日も言えること、はい、これはポイントとなることは大野雄大が初戦に投げるということ、はい、明日投げるということ、はい、で巨人は DeNA の9回にいい形で点を取れた、うん、で丸もヒットで追いついた、はい、初戦中日大野雄大の壁を抜けると巨人が戻ってくる、うんうんもうそこで流れを止めないように前の試合からのそうだから中日は巨人に勝つんだったら大野雄大が巨人打線をやっぱ抑え込むということだ。そしたらこの3連戦は中日に傾くかもわかんない、はいね、だから初戦が全てだと。なるほど。この連戦は、うん、巨人が優勝するためには大事な一戦になるかもわかんない、はい、で広島阪神、はい、ね記録達成が鍵、はい、というのは、広島の方は鈴木誠也の連続試合っていうのを、はい、あの日本記録に並ぶかどうかっていうのがあと1つということですかね。そうそう、あと1試合ね、はい、で阪神の方は明日西勇輝が100勝をかけてまた、うん、で阪神はねやっぱり西勇輝が勝たないときついよ、うん、でだからその100勝にこだわってるわけではないと思うけども、なんかそういうふうに見えてしまうんだよね、早くしてくれないと、うん、だから佐藤の復活も鍵だけども、やっぱり西勇輝が早く100勝してみんなで祝うということで、広島はもう打線がもうモードは爆発してるから今、はい、その中で鈴木誠也だから記録達成が鍵。なるほど。だからやっぱりここも初戦が鍵になってくるということだよね、はい、ヤクルト DeNA、うん、抑えと小技、はい、これはどういうことかというと、はい、これね、うん、2戦ですけどドローというか、うん、まあどっちかちょっと今分かんないよっていうぐらいの、まあ同じようなチーム状態いい状態で来てるから、はい、まあ痛み分けかなというような感じはしてるんだけども、はい、まあどっちみち打ち合いになるよこの両チームは、うん、で打ち合いになる中で鍵になるのはやっぱこうハイスコアの中でも、うん、やっぱ抑えと小技、うん、だから結局バン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 ホームラン例えば打ち合ったとしても、うん、後半大事なところではやっぱ小技、例えば送りバントだとか、はい、まあ、エンドランだとか、はい、盗塁だとかで、あとはそこを勝ち気か、あの点差が抜けた時に抑えができるかどうか、うん、なるほど。マクガフと三島、うん、まあここら辺の投手にかかってるかなということ、はい、で対戦成績がヤクルトが 10-4、ね、まあ、圧倒的なリードはしてるんだ、はい、うん、DeNA も今状態がいいだけにね、うんうん、この数字が本当に当てはまるかどうかっていうのが一つの鍵、はいはい、でパ・リーグです。パ・リーグ、でパ・リーグはロッテ楽天ね、ロッテはオリックスに1勝1敗1分けという、うん、吉田正尚がいない裏ローテだった、で宮城が投げた、うん、宮城を下ろした、はい、勝てた試合をひっくり返された、うん、だからもったいないけども1勝1敗1分けという。で楽天の方は日本ハムに、まあ、勝ってきてるというね、はい、で夢の対決、はい、佐々木朗希が田中将大と投げ合うんだよね。そうですね、うん、佐々木朗希のドラマ知ってるでしょ。はい、もうしんどい時に震災を受けた時に、はい、田中マー君に憧れて、うん、心の支えとなって野球をやってきたという、そうそう、はい、マー君みたいになりたいという、はい、それが明日投げ合うんだよ。どんな気持ちでしょう ね、 前回投げた時は仙台でね、うん、東北の皆さんに勇気を与える回答をしてくれた、はいね、今度はマー君との投げ合い、うんね、それ頑張ってほしい。これも本当見どころたくさんだと思うし、はい、注目したいカードだよね。はい、それをね、うん、また田中マー君も分かっていると思うので、いや分かってる分かってる、多分、まあ、うん、こうね、そこもどんな気持ちなんだろうっていう、やっぱ簡単に負けるわけにいかないし ね、 そうですね、うん、でロッテと楽天の対戦成績は11勝6敗、はい、割とカモにしてる、楽天に相性がいいと、はい、ね、だからまあロッテが優位かなっていうよね、うんうん、もうここまで来て対戦成績がここまで進んでしまうとやっぱ今年はすごく優位にロッテに進んでるということだ、ね、うん、そうですね、はい、はいはい、で西武オリックス、はい、表ローテ、これは、オリックス、まあ、オリックスはね、はい、オリックスは山本が投げるし、山本今本当に絶好調だよ。うん、でなかなかやっぱこう西武にはスケール付きを見せないかなっていうふうに思ってるし、ただし表ローテというふうに書いたけど、はい、表ローテが
表でもなくなってきてるんだよね、うんうん、山本宮城ってつながってたのが、はい、山本まあ誰かっていうことになってきてるから、うんうん、決して表でもないんだけども、はい、でも山本で一つを取れるということはさ、すごく大きいよね、うんうん、ただ吉田がいないんで、はい、打線がどうつながってくるか、はい、うん、で対戦成績が西武の5勝オリックスの11勝、今年はやっぱオリックスがものすごく西武に対して分がいいよね、うん、はい、うん、だからオリックス、はい、で最後に日本ハムソフトバンク、うん、ゲーム差4、はい、ね、ゲーム差4、はい、ということは日本ハムに3勝と10勝、はい、ソフトバンクが10勝してるんだよ、はい、で日本ハムが3勝しかできてない、はい、ここで一気にこの4というゲーム差を縮める可能性があるんだよね、はい、首位との差ですね、首位との差、はい、そうなってくるとすごくまた混戦になってくるというね、でこのまま日本ハムにこういう相性を別問題として負けるようなことがあればソフトバンクがこう沈んでいくという、うん、で楽天はロッテに3連勝すればおそらく首位がひっくり返るという、なるほど、だから、ね、非常にこう一つのポイントを持ったこのカードになってくるかな、今日からはね、はい、うん、もうパ・リーグは相変わらず目まぐるしく、目まぐるしいよ、はい、ね、というところですか、うん、まあ、という予想をしましたけども、はい、じゃあもうこの中でも見どころな、まあ見どころは明日の見どころとすればやっぱここだよね、ここですね、うん、まあ佐々木朗希とマー君が投げるという、はい、まあここだよね、はい、うん、本当楽しみですね、まあ3連戦とも見どころだけどね、うんうんうん、でやっぱりここら辺はもうあの A クラスと B クラスがはっきり分かれて戦うから、はい、まあ、まあ失礼な言い方すると取りこぼしがないようにしないと、うん、はい、まあ広島阪神なんて8勝8敗で並んでるからね、うん、対戦成績はね、星とすればだから、ただセリーグの B クラス今結構チーム状態が良くて、そう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 っていうところですもんね、で、はい、やっぱ阪神は今ちょっと状態的にはいいとは言えないよね、巨人戦抜けた後、はい、だから広島が当たってるだけに、はい、ここ一つのポイントになってくる可能性が強いよね、うん、なるほど、うん、まあ本当に面白くなってきたし見どころ満載になってきましたから、はい、だからまあ次節もね、皆さん頑張ってください。それとやっぱ怪我人が出たチームが落ちていくんで、うん、はい、まあ、怪我人は注意しろって言ってもね、一生懸命やってることの中の、うん、はい、まあ、一つのプレーで怪我する時もあるけどもね、まあ本当に面白い対戦が待ってるんで、はい、頑張ってください。はい、はい。